ハイブラベルが開催するネクストガールズグループが誕生するサバイバルプログラム RU Next。RU Next。第9話では日本人練習生モカヒメナが共に1位獲得で大躍進。また、生放送の最終回を前に8月29日火曜日に1日限定で全話無料配信が決定した。画像。 6ラウンド、日本人練習生モカヒメナが共に1位獲得沖縄出身ヒメナも MC の少女時代、スヨンが日本の活動を目指して今頑張って、とエールサバイバルが佳境を迎える中、練習生一同の前に MC の少女時代、スヨンが現れ、外に出てお話ししましょうか、と誘う場面が。スヨンは練習生にみんな悩みがあるようだって聞いたの。 アドバイスできることがあればお話ししようと思ってここに来た、と練習生の前に現れた理由を明かす。それぞれに今抱えている悩みを打ち明ける練習生たち。メンタル管理をどうしているか。練習をしても進歩していないように感じる、ダイエットの方法は。などの質問に、デビューした大先輩として優しくアドバイスするスヨン。そんな中、沖縄出身の練習生ヒメナに尋ねると、 ヒメナは言葉に詰まりながら、韓国語が上手ではなくて、と本音を口にする。その瞬間、張り詰めていた糸が切れたかのように号泣するヒメナ。横に座っていた日本人練習生、モカも、ヒメナは普段絶対泣かないのに、と驚いた様子。ヒメナの涙の告白を受け、スヨンは韓国に来て何ヶ月。と問います。三ヶ月だと告げるヒメナに、もうそんなに韓国語が上手なの。 と驚いた様子を見せ、私も日本語が全然わからなかった時に日本でデビューをしました。その時とても大変でした。でも周りに助けてくれる人がいた、とコメント。自身の経験を踏まえ、姫名ももモカやいろはがいるからたくさん頼って、助けてもらって、と一人で抱え込まず、他の日本人練習生に頼ることも大切だと優しく伝えました。また、日本デビューの経験があるスヨンならではの視点で、 デビューしたら日本でも活動できる。とし、最後には日本語で、日本の活動を目指して今頑張って、床の上ない応援コメントを送った。1億回超えの大人気ソングに挑むグローバル K-POP ミッションその後、練習生一同は新曲ミッションの他にもう一つのミッション、グローバル K-POP ミッションに挑む。本ミッションは、